こんにちは、オリエンタルマシンです。車は関係ないんですけど、これあのゴムと平ゴムとこのバックルですね、これを先日買ってきまして、これはあのオートバイのカバーが風でとてもバタつきますので、それをバタつかないように固定するために使おうと思って買ってきたものです。風でバイクカバーがとてもバタつくので、それをこれで抑えたいと思います。これゴムとかあの100円ショップで売ってるんですけど、おそらくフルタイヤの素材とかそういうのを使ってるんだろうなと思います。なかなかこれもバックルも100円ショップなんですけど、いいですね。これ簡単で、これ後でここでこう調整できるし、これもついてんですよね。これを先に入れといた方がいいのか、いや、あ、こっちでいいんだ。うん、これはいいですね。これで実際にバイクのところでバイクカバーに取り付けたいと思います。これで準備完了。オートバイのとこに持ってきました。先ほどのゴムをですね、これ何メートル買ったんだっけな、3メートルだったかもしれません。長すぎるかもしれないけど、そうなんですよ。実はこれをこうやってやろうと思ったの。こうやってね、いいんですね。もうほぼ狙い通り。ちょっと仮に固定します。こんにちは。こうして、あれ、あ、こうか、間違えた。なるほど、これいいの買ったなと自画自賛。安いけど、こうしてこうしてこうか。いやー、これこうだ。ああ、こうできました。これがこのバックルがついてると思わなかったので、適当にこう縛るものなのかなと思ったんですけど、その必要はなくなりました。とてもいいと思います。こうして、ちょっと今まだ長さが全然足りない。どこで固定するかなんだろうな。ウインカーここだろうな。よし、こうして、この状態でもうある程度長さを決めないとダメみたいですね。ダメっていうか、その方が調整しやすい。こうして、こうして、こうして、でまだまだ足りない。いや、これね、いいの買いましたよ。なんかあの専門の煮崩れ防止のゴムとか、あとストラップ、なんていうのかな、なんていうんでしたっけ、いろいろあるじゃないですか、そういう専門の本当に煮崩れしないためのラッシングベルトとか、まあその辺のこうカテゴリーですよね。あるんですけど、やっぱり専門性が高くて値段もそれなりにしますから。でこれ、ただ私の場合はバイクカバーが飛ばなければいいので、目的からしたらもうこれで十分だと思うんですよね。っていうことで、選択は間違えてなかったということにしたいと思います。これですよ。これで固定できました。で、もともと使っていたこの、なんていうのかな、このベルトなんですけど、これは今度は、これ今カウルを縛っていたんですけど、今まではそうではなくて、今度は下側ですね。このよいしょ、下側を通してこうしてバタつきを抑える。こうです。こうして、まあ、こういう時ってこう今思ったんですけど、やっぱりゴムみたいに伸びる方が扱いやすいですね。よし、できた。これでこうして、こうしてこんな感じですね。これで風で飛ばなくなるんじゃないかな。台風級の風が来た時はどうなるか分かりませんけど。よし、できました。これでちょっと様子を見てみましょう。本日はこれで作業を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。